はい、こんにちは、わたがしです。今回は、いつもみたいにね、ノウハウ系とか、まあ、攻略系の動画ではなくてですね、ちょっとまあ雑談的な感じで、まあ、お話ししていきたいと思うんですけれども、先日ですね、まあ6月の26日ですかね、まあ一昨日ですね、はい、で、まあ、マイホールに行って、ちょっと北斗無双の、稼働を見てきたんですけれども、まあ、1台だけね、ものすごい履歴の台がございましてですね、それを今回、皆さんにお見せしたいなと思いまして、今回動画を作成しました。まあ、特別ね、その攻略系とかではないんですけれども、まあ、時間がある方は見ていただけたら嬉しいです。はい、で、その北斗無双の履歴なんですけれども、このような感じになってます。はい、ちょっとじゃあ拡大しますね。はい、こんな感じです。すごくないですかこれ。まあ右から、11連9連10連3連21連単発16連15連15連ということで、まあ北斗無双のその継続率って 80% じゃないですか。で、この 80% で、まあ、平均連チャン数っていうと5連チャンなんですけれども、このね、5連チャンをね下回っている履歴っていうのがこの3連チャン、3連と単発のこの2個しかなくて、それ以外はほぼ全て大幅に上回っているんですよね。はい、まあ、これめちゃめちゃすごいと思いまして、で、この台ね、まあ、その26日行った時に稼働がなかったんですよ。で、なんでかなと思って、まあ、見てみましたら、なんと、はい、整備中と。まあね、出しすぎて整備中になったのか、はたまたこのね、北斗無双の北斗のロゴがちょっとまあ斜めになっているのが分かると思うんですけれども、まあ、本当にね、整備が必要なので、まあ、整備中になっているのか、まあ、どちらかは分からないんですけれども、まあ、いずれにしてもね、ちょっと出しすぎたかどうかで、まあ、整備中になってしまったということで、まあね、すごいですよね、このね、北斗無双の履歴は。なかなかないですよね。まあ、さすがの私でもね、この台の履歴を予測することはできませんでした。はい、まあ、じゃあね、この台がじゃあ一体ねどのような、まあ、1週間の履歴といいますか、どのような感じになっているのかっていうのをじゃあ次にね、見ていきたいと思います。はい、それがこちらですね。まずね、1週間分丸々すべての、グラフから見ていきたいと思うんですけれども、まあね、6月20日から、だだ下がりで、まあ、2万7000発までね、潜っていって、もうそっからね、まあ、22日からですかね、はい、22日からもう一気に、このようにね、右肩上がりで、ずっと伸びていっております。はい。じゃあね、履歴を確認しますと、6月22日から見ていきましょうか。で、6月22日は大当たり回数が35回で、最大持ち玉は、5万920発ですね。はい、すごいです。じゃあ次、23日ですね。はい、こちら23日なんですけれども、まあ、大当たり回数が30回で、最大持ち玉が、3万7100発。これもすごいです。はい、次、24日。まあ、大当たり回数がね、この日は3回と。で、まあ、持ち玉は3810発と。まあ、この日はね、ちょっと調子が悪かったみたいなんですけれども、その次、25ですね。はい、こちらです。25日は、大当たりが、38回。で、最大持ち玉は、48410発ですね。はい。で、最終日。最終日というか、まあ、26日ですね。26日は、大当たりが30の、各辺28ということで、最大持ち玉は4万1630発と、まあ、ほぼ全てね、4万発オーバーということで、まあ、この1週間ね、この台はめちゃくちゃ、まあ、お店からしたら大幅な赤字の台となりましたね。はい。まあ、そんな感じの履歴になっているんですけれども、まあね、このようなね、北斗無双の履歴ってね、なかなかないと思いましたので、今回紹介させていただきました。じゃあ次にね、まあ、これだけで終わったらちょっと寂しいので、ちょっとこの間稼働してきたですね、シンフォギアの、オール手紙保留から、ちょっとまあ最初は熱い展開だったんですけれども、まあ、かなり尻すぼみになった台の、まあ、ちょっと演出をね、一回見ていただきたいんですけれども、
というわけなんですけれども、これね、オール手紙保留だったんですよ。期待度、まあ、57% あるんですけれども、まあ、オール手紙保留からね、まあ、競技辞令したんですけれども、まあ、手紙の内容がね、継続ということで、まあ、ちょっと期待はしてなかったんですけれども、まあ、最初はねちょっと右肩上がりでいったかなと思ったら、まあ、SCA トライバーストに発展しまったということで、まあ、上に上がって、まあ、下がっていったって感じで、まあ、一応ねこの続きもまあ見ていただきたいんですけれども、という感じです。はい。まあね、こんな感じなんですけれども、まあ、最初はね、オール手紙保留から始まって、まあ、右肩上がりに来たんですけれども、まあ、先ほども言った通り、SCA トライバーストで、だだ下がりということで、じゃあ、こういう台はどうしたらいいのということを、まあ、前にもね、ちょっと質問いただいたんですよ。その、熱い展開があった後に、その寒い展開があったらどうするのか、例えばの話ですけれども、じゃあ、北斗無双でね、ゴランの、白タイトル、白テロップだけど、なぜか最後だけね、キリンカットインだった場合、その後、どのように追ったらいいですかっていった感じで、まあ、質問が来たんですけれども、こういう場合は、ほんのちょっと追ってやめてもらって OK です。はい、私もねこのシンフォギア、この後ちょっとだけ追ったんですけれども、ロングリーチ発展時にそのタイトルがフルーツ柄で来たんですけれども外れました。で、その後ね、まあ、10回転ほど回してやめたんですけれども、その後者、まあ、次に座った人がめちゃくちゃハマりましたね、そのシンフォギア。はい、なので、まあ、暑い展開から寒い展開、あるいは暑い展開から寒い展開の場合は、そのままちょっとだけ追ってやめてもらって結構です。逆に、寒い展開から暑い展開に行って、外れてしまったっていう場合は結構ね、その後が暑いですから、追ってもらって結構です。はい、その代わりね、前回の動画でも言った通り、まあ、50回転をめどに、回していただければいいかなというふうに思います。はい、というわけでね、まあ、今回はちょっと雑談的な感じでお話ししたんですけれども、まあ、北斗無双の履歴とか、あとまあシンフォギアのね、こういう展開とか見せることができてよかったかと思います。もしね、こういう動画を上げてほしいなとか、こういうのをなんか知りたいなということがありましたらですね、ぜひ私の LINE アットから直接連絡していただいて、行ってください。もしね、できるものがございましたら、私自身ね、やりますので、お願いします。で、LINE の友達追加方法なんですけれども、画面のね、右上にあるこちらの QR コードをスキャンしていただくか、または LINE アプリの ID 検索にて、@wata777 と入力をしていただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクからアクセスをしていただくか、この3つのうちのどれかとなります。で、LINE アプリのね、ID 検索をする際は、先頭のアットマークを抜かしてしまいますと、別の方が出てしまいますから、ご注意してください。あと、この動画がためになったら、高評価ボタンと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。